マウントホリオーク大学はアメリカ合衆国マサチューセッツ州サウスハドリーに本部を置くアメリカ合衆国の私立大学である1893年に設置されたセブンシスターズの一つでもあるマウントホリオーク大学はアメリカ最古の女子大であり3000以上あるといわれるアメリカの大学の中で難関校の一つとされる US ニュースワールドレポートの リベラルアーツカレッジの中では、全米30位である。また全米総合ランキングにおいては、ウォールストリートジャーナル、タイムズハイヤーエデュケーション2019で、第65位、ホーブス2018では128位の評価を受けている。科学、生物など理科に強く、素晴らしいカリキュラムやリサーチを行っている。リベラルアーツカレッジでも珍しい、リサーチリベラルアーツカレッジである。 広大な敷地と美しいキャンパスは有名で、アメリカの中でも指折りである。乗馬が得意な生徒が多い。優秀な教授陣は、IB リーグ大学からの移籍者も多数おり、熱心な授業を行っている。卒業生の進路先には Google、Microsoft、NASA なども多数輩出している。アメリカの大学入試は、テストだけではなく、ボランティア活動、リーダーシップポジション。 特別な特技、学校からの推薦状、性格など、すべて高評価でなくてはならない。マウントホーリーヨーク大学の2019年の合格率は36%。特に人気の理科を専攻にしたい生徒にはさらに狭き、もんである。大学側は、サットなどのテストを要求しておらず提出すれば参照するとしているが、合格者を見ると平均スコアは1350、GPA は、 平均3.81である。英語が母国語でない学生は、トーフルも必須で、その平均スコアは104、120である。ダートマス大学との提携があり、ダートマス大学での学位も分野によっては取得できる。また、マウントホリオーク大学は、アマースト大学、スミス大学、ハンプシャー大学、マサチューセッツ大学とごカレッジプログラムを実施していて、自由に行き来ができ、 クラスも取ることができる。ありがとうございます。